こんにちは。こんばんは。今回は、ウプ主がゲオのセールで買ってきたゲームの動作確認をするぜ。動作確認の続きね。ああ、今回はゲオのセールで買ってきたものの中から、ビータのガンダムブレイカー2の動作確認をするぜ。これは作ったガンプラで戦える夢のようなゲームだって言ってたっけ？ああ、まあ実際にはプラモデル組み立てるっていうよりはパーツ選んでカスタマイズしてオリジナルのモビルスーツで戦えるって感じなのかな。どちらにせよガンプラ好きには夢が詰まりまくったゲームだと思います。とは言うけどウプ主ガンプラ好きなくせに今までこのシリーズ未プレイだったのよね。そうですが何か。いや別に何かってことはないんだけども、あれなのか、まさかお前はウプ主がビジネスガンプラ好きやろうとでも言いたいのか。いやそんなこと思ってないわよ。てかビジネスガンプラ好きってなんなのよ。仕方ないそこまで言われたら私も黙っていられないぜ。だから何も言ってないってば。ってことでウプ主の押し入れからガンプラ引っ張り出してきました。なんか出てきたし。てかそんなに多くないわね。まあ全部じゃないからな。比較的取り出しやすいところにあってなおかつ状態が良さそうなのだけピックアップしました。ちなみに後ろに映ってる箱は買ったけどまだ作っていないいわゆる積みプラってやつです。もちろんこれも全部じゃありません。積みゲーだけじゃなくて積みプラも結構ありそうね。まあでもそこまで多くはないぜ。ある時作っても飾る場所がないってことに気づいてからは徐々に買わなくなっちゃったし。今ではこれらも押し入れの奥底深くにぎっちりしまってあります。いやいらないなら処分しなさいよ。誰もいらないなんて一言も言ってないだろうが。うるさいわね。何でもかんでも取っておくからいつまで経っても部屋が片付かないんでしょうが。失礼な。ちゃんと不要品は定期的に整理して処分してるぜ。そうしないとゲーム収納できないし。いやそもそもゲーム買う量を減らせばいいだけなんじゃ。聞こえません。おい。さてさて前置きはこれくらいにしてそろそろ始めていきます。都合が悪くなったから急に本題に戻ったわね。ちなみにソフトのインストール、アップデートは先に済ませました。なんか出たわよ。どうやら前作のデータを引き継げるみたいだな。そうなのね。まあウプ主は前作プレイしたことないので引き継げないけどな。後からでも引き継げるのね。そうみたいだな。ムービーかな。戦いが満ちている。積み上がる瓦礫の山。繰り返す争いの歴史。おお、六角形。今度はジムね。ああザクが、己ジムのくせに。いや感情移入するの早すぎだから。お、ギラ動画。いいぞもっとやれ。ああ。あっという間にやられたわね。これはジェスタかな。なんかコロニーがやられてるわね。エクシアかな。ちなみにウプ主は00まだ見てないので00の機体はあんまりよくわかってません。こっちはウイングだな。ムービー終わりかしら。どうだろうな。お、ガンダム。一瞬タイトルが表示されたけどまだ続く感じかしら。いや、なんかもう動かせるみたいだな。タイトルメニューとか行かずにいきなり始まるのね。チュートリアル的なやつかな。まあとりあえず操作を覚えつつうろついてみます。なんか格納庫っぽいけどガンプラの塗料置いてあるな。やっぱりガンプラはガンプラなのね。これは塗装するときに使うクリップとその棒を差しとくための台かな。とりあえず軽く操作説明しておくと、左スティックで移動、右スティックでカメラ操作、方向キーでオプション装備の切り替え、L で射撃、R でガード、丸でオプション装備使用、バツでジャンプ、ブースト、四角で近接攻撃 A、三角で近接攻撃 B ってのが基本的な操作になるみたいです。R じゃなくて L で射撃なのね。ビータ TV でプレイしてるから PS3 コントローラーでプレイしてるけど、本来のビータは L に、R にボタンないからその辺をなんか考慮してのボタン配置なのかな。そうなのね。あくまで推測です。ってことで外出てみました。なんかいきなり話しかけてきたわね。敵ではないわよね。戦力になるなら助かる。いつまでもこんなところにいられないからな。脱出するぞ。なんかいきなり戦場の真っ只中に放り出された感じだな。なんかちょっとシリアスな感じだけどガンプラがモビルスーツとして運用されてる世界なのかしら。どうなんだろうな。もうちょっと進めてみないとまだよくわからないかな。とりあえずガンプラらしく早速頭吹っ飛ばされてますけど、たかがメインカメラを。で吹っ飛ばされても拾えばすぐ元に戻るんだな。今なんか言いかけたわね。気のせいだぜ。でも倒すとちゃんと爆発するんだな。さすがにその辺の演出ないと寂しいでしょ。丹精込めて作ったガンプラが粉みじんになるのか。確かにそう思うとそこはちょっと悲しくなるわね。まあ破壊されたら次から使えないなんてことはないだろうけど。L 長押しでチャージショットになるみたいだな。画面右端の方に色々操作説明出てるわね。ああ。最近のゲームは紙の説明書がなかったりあってもペライチの簡単な操作説明の紙だったりするから、ここでやりながら操作覚えなさいよってことだろうな。やっぱり今はチュートリアル的な戦闘ってことね。多分な。でもなんか本編っぽい雰囲気もあるからただ単にチュートリアルだけって感じじゃなさそうだな。でこの後も画面右端に表示される操作を試しつつ出てくる敵を片付けていたら、って感じで次のエリアに進むことになりました。なんか今強そうな攻撃してなかった。ああ、今の YX アクションっていう攻撃みたいで、R ボタンを押しながら四角、三角、丸を押すと各ボタンに割り当てた特殊攻撃が使えるみたいです。お、ロード中の画面に操作方法載ってるわね。ああ、こんだけゲーム中に操作説明出てくれば説明書なくても問題なく遊べるな。まあでも未だに紙の説明書ないとなんかちょっとそわそわするけど。いや別に普段から箱説なしのソフトのみのゲーム買って遊んでるじゃない。いやまあそうなんだけどそれとはまたちょっと違う感じと言いますか。別に紙の説明書がないと嫌だってわけじゃないんでしょ。ああ、最初からなければなくす心配もないし言っちゃいいんだけどな。まああれです。そのうち慣れると思います。でこのエリアではメガライダーに乗れました。おお、この手のメカも出てくるのね。ああ。これは楽しそうだな。うん、メガライダー強いな。弱い敵なら一撃みたいね。今なんか緑の取ったわね。多分回復アイテムかな。って感じでこのエリアではメガライダーで敵を蹴散らし、また次のエリアへ進むことになりました。今味方まで蹴散らしてた気が、気のせいだぜ。今の四角い箱は四角長押しで開けられて中にはアイテムが入ってるみたいです。いやまた味方が、出てこなければやられなかったのに、いやそれかみゆ。で次のエリアは足場の悪いエリアでって感じで落っこちちゃったんだけど、どうやら落ちてもダメージ食らうだけで即死したりはしないみたいです。そうなのね。あとこのエリアではカタパルトでの移動もありました。おお、なんかいいわね。ああ、こういうギミックはなんか楽しいよな。でこのエリアの敵も片付け、次のエリアに向かおうとしたらなんかありました。今のは何なの？今のは回復ポイントで、乗っている間時期の HP を回復できるみたいです。で次のエリアに行って軽く敵を片付けていたら、って感じでロードが入り、イベントシーンになりました。これはアークエンジェルかな？お、トールギス。なんだその荷物は。修理用の予備パーツって聞いてます。基地に戻ればいくらでもあるんだぞ。捨てていけ。どの機体も原作キャラとは全然違う人が乗ってるみたいね。ああ、ストーリーはゲームオリジナルっぽいな。捕虜と民間人は最優先だ。捕虜ってことはアークエンジェルは味方の戦艦で、今はアークエンジェルの救出作戦中ってことかしら。よくわかんないけどそんな感じなんじゃないかな、多分。少尉は甘いか。いえ、作業を急ぎます。頼む。定時報告少し外す。お、指揮官がいなくなった今がチャンスやで。隊長機が消えたな。今だ。同じようなこと言ってるし。ってことで隊長機が不在となりが子供を宇宙の塵と化す作用です。いや言い方よ。でもさっきまでの敵よりは強いわね。そうだな。うん、綺麗に連続攻撃決まると気持ちいいな。操作性はなかなか良さそうな感じね。ああ、意外と操作多いから慣れるまで若干時間かかりそうだけど、慣れたらかなり良さそうな感じだな。てかまだ慣れてなくても格闘攻撃連打してるだけでもなかなかの爽快感です。触り心地いいってことね。ああ、とりあえず戦闘面は思ってた以上にいい感じだな。あとは機体のカスタマイズがどんな感じでできるのかってところね。ああ、機体のカスタマイズも楽しみだな。でこいつらを片付け終わったら軽くロードが入った後、そこまでだ戻ってきやがったって感じで、さっきのトールミスに乗ったやつが戻ってきました。我が軍の船盗っと話がよく言えないけど、敵軍から戦艦奪って使ってるって感じなのかな。私を忘れたとは言わさん。相変わらず暑苦しいな、レイナル。なんか知り合いみたいだな。援護する。バカ、手出すな。目障りだな。早い。あらやだ、かっこいい。まあね。いや、ウプ主のことじゃないわよ。面白い。なんか光ってるわね。ああ、覚醒状態になったみたいだな。本来は覚醒ゲージが満タンになった時に発動することで一定時間時期の性能が著しくアップするみたいなんだけど、今回はイベントなので時間制限なしでパワーアップしてるっぽいな。そうなのね。ああ、怒りたい放題だぜ。いや急にどうしたと残念、もう終わっちゃったな。あっという間だったわね。でロード後にまたイベントシーンです。カレビー、勝負は預ける。勝負とか言ってんなよ、恥ずかしい。聞こえますか？こちらアークエンジェルブリッジルル・ルティエンス中佐です。現時刻よりアークエンジェル艦長代行に着任しました。そういや、地球に降ろすために人を送るって聞いてたな。別にもともとアークエンジェルを助けに来たってわけじゃないのかしら。なんかたまたま助けたって感じっぽいな。違うかもしれないけど。副長代行のマドック少佐だ。スマンが発進のため宇宙港を開けてもらいたい。了解だ。でロード後に次のシーンです。ずいぶん若く見えたけど。お偉いさんのご息女らしくてな。安全な移送任務を与えられたんだろうが。愛されてるってことでしょ。なんか攻撃されてるわね。ああ、やばそうな雰囲気だな。ってコロニーが。コロニーか。なんてこと。なんか綺麗に四角く残ったわね。次はここで戦えってことかな。このガンダムと私が来たのだからな。おお、デンドロビウムかっけえ。またなんか新しい人出てきたわね。でロード後にデンドロビウムと戦うことになりました。ボス戦ってところかしら。多分な。隠れてろ。はい、港のハッチはどうしたんですか。その辺に浮いてるんじゃねえか。それより敵と交戦中だ。絶対出てくるなよ。副長代行、ハッチって浮かぶんですか。古今東西、ハッチは開くものです。なんかこの艦長代行天然っぽいわね。そうだな。お、なんか出たわよ。四角長押ししろって書いてあったな。お、掴んだ。なんか壊せたわね。ダメージを与えていって部分部分を少しずつ壊して倒すって感じなのかな。私は負けられない。狙う場所が変わったみたいね。そうだな。お、足場が崩れたな。今度は足場を飛び移りながら戦うって感じみたいね。そうだな。今度は3カ所狙うところがあるみたいだな。左腕飛んでったわよ。飛んでったパーツは R ボタン長押しで引き寄せられるみたいだな。ちなみにウプ主はこの時左腕が飛んでったことに気づいていませんでした。そうなのね。さらに画面下の覚醒ゲージが満タンになったことにも全く気づいておりません。いや全然気づかないじゃない。男たるもの目の前の敵に集中せなあかんやろ。ただ単に視野が狭いだけでしょ。ちなみにビータ版は画面のゲージ部分をタップすると覚醒状態になるみたいです。ビータ TV でプレイしてる場合はビータ TV の設定でゲームでタッチポインターを使うって項目にチェックを入れておくと、L3 を押してから左スティックで画面のタッチ操作、R3 を押してから右スティックで背面タッチパッドの操作が仮想的にできるようになるみたいです。そうなのね。詳しくはソニーの公式 HP 見てください。てかまたなんか乗ってるわね。ああ、今度はベースジャバーに乗ってるな。そして気づけばデンドロビウムの右肩部分も破壊できてるな。てか何気に結構ピンチじゃない？ああ、いつの間にかだいぶ HP 削られてるな。ああ、やられたって思ったけどどうやらベースジャバーが破壊されただけみたいだな。乗り物に乗ってる時は乗り物の HP が表示されてるのね。そういうことみたいだな。でも結局ピンチね。そうだな。ってことで EX アクションで回復しました。せっかく回復したのにまたやられそうですけど。ああ、なかなかに攻撃激しいな。ああやられた。でもまだ終わりじゃないっぽいわね。お、どうやら味方が生きてれば助けてもらえるみたいだな。なるほどそういうシステムなのね。カルビーだかカレビーだかっていうもう一人の仲間もやられたっぽいな。いやカルビーって、起こしに行きたいけどどこにいるのかよくわかんないな。そうね。ってことで放置します。いいのかしら？もうすぐ倒せそうだし大丈夫だろ。多分。あ、うん、落っこちたな。そして落下中に大量被弾しました。泣きっ面に蜂ね。とりあえず急いで回復しときます。押し、四角長押しでとどめだな。お、クリアになったみたいね。ああ。チュートリアルのミッションにしては結構長かったな。まあでもこれで一通り戦闘の操作は学べたんじゃない？そうだな。やりながら自然と操作覚えられる感じだったな。ミッション中に拾ったパーツやアイテムは最後のリザルト画面で表示されるんだな。こんな感じでパーツを集めて自分のオリジナルの機体を作っていくのね。ああ、やっぱワクワクするな。でリザルト画面抜けてロードになり、ロードが終わるとなんか全然違うアニメシーンになりました。どういうこと？とりあえず2024年のガンプラワールドフェスタ開幕らしいです。その中でも注目はこれだ。あなたの作った自慢のガンプラで物語の主人公になれるガンプラバトルシミュレーター 2.0。なるほど、さっきまでのストーリーはこのシミュレーターの中の話だったんだな。そういうことだったのね。そこで出会うガンダムと呼ばれる機体を借り、君は地球の危機と対峙する。参加者の皆さん、エンディング目指して頑張ってくださいね。それではガンプラワールドフェスタ2024、盛り上がっていこう。アニメシーンは終わりっぽいな。現実でガンプラカスタマイズしてシミュレーターでそのガンプラで戦ってストーリー進めるって感じかしら。そんな感じだな。さてさてここまででだいぶ長くなってしまったので、この後はざっくりカットしてウプ主がとりあえず組み上げた機体をお見せします。お、なんかザクっぽいのができてるわね。ああ、頭と腕はザクで他は違う機体のパーツだけどカラーリング変えてなんとなくそれっぽい感じにしてみました。本当は一式ザクにしたかったんだけどなかなかパーツ集まりませんでした。なかなかお目当てのパーツ揃えるのは大変なのね。そうだな。まあ攻略サイトとか見れば効率のいいパーツの集め方も載ってるだろうけどな。あとここでは詳しく説明しないけど、パーツにはレベルが設定してあったりコストがあったりするので、最初から何でも好きなパーツ使えるってわけじゃないみたいです。強いパーツ使うにはレベル上げたりしないといけないのね。ああ、そうみたいだぜ。せっかくなので最後にカスタマイズした機体での戦闘をちょっと見てみます。ちなみに格闘武器もヒートホークにしてみました。武器はセットアップ画面のウェポンビルドってところで制作して種類増やしていくみたいです。なかなか強そうじゃない？ああ、強化もできるのでちょっと強くしてあります。ってことは元が弱くてもお気に入りのものを強化して使うことができるのね。弱いものをどこまで強くできるのかはわからないけどある程度はいけるんじゃないかな、多分。さてさてまただいぶ長い動画になっちゃったけど今回はこんなところかな。そういえばこのゲームはやってみてどうだったのよ。ああ、戦闘が楽しいのはもちろん、やっぱガンプラカスタマイズできるのがめっちゃ楽しいっす。やっぱりそこが一番の醍醐味なのね。ガンプラ好きな人なら間違いなく楽しめる作品だと思うぜ。ていうかガンプラ好きな人は大抵もうプレイしてそうだけどね。確かに。あ、実はこの後ニューガンダムブレイカーもプレイしてみたんですが、ニューガンダムブレイカーの方はおおむねネットの評判通りって感じだったかな。ニューガンダムブレイカーはあんまり評判良くないって言ってたっけ？ああ、少なくともウプ主個人としてはちょっとあれな感じだなぁと思いました。ただガンプラのグラフィックはめっちゃ綺麗でいい感じだったので、まあ購入価格分くらいは楽しめたかな。もし定価で買ってたら、ノーコメントで。まあウプ主がプレイするならガンダムブレイカー2の方やります。さてさてんでは今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。センキュー。